深田先生のおしゃべりクッキング、はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりのクッキングということでね、お願いします。はい、やらせていただこうと思います。はい、もう多分3週間ぐらいずっと夜水曜日だったんで、ちょっとやってないですね。はい、水曜日だったんでね、ありがとうございます。はい、今日のお料理紹介していこうと思います。はい、お願いします。はい、ですか。はい、開幕料理の写真ですね。はいはい、そう、お久しぶりです。久しぶりだ。はい、ちげーなんだ、鶏の丼ですね。鶏丼、生地焼きの、あ、生地焼き丼。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、どこに行かれた。はいはいはい、はい、今回は鶏の生地焼き丼、はい、スペシャル生地焼き丼ってことですね。スペシャル生地焼き丼ということでね。はい、はい、卵使ってますんでね、うん、親子丼みたいなイメージ。あ、そうですね、はい、なんか、はい、そうですね、こういうトリングです。はい、はい、ただ使うのはね、うん、またちょっと、あ、そうですか。はい、うなぎにも関係してきますが、はいはい、あ、そうなんですか。はい、ガイドのお写真ですね。はい、はい、行きます。はいはい、あ、うなぎのタレですか。そう、右手にありますね。はい、うなぎ歌。そうですね。そうですか。はい、今回ね、ちょっとうなぎのタレを、はい、はい、まあ土用の丑の日、あー、はい、うなぎがあまりにも高いから、そうそう、もうこうなったら鶏肉でいいわけ。そう、ただこれうなぎに匹敵するぐらい美味しいと思ってできます。あー、そうなんですか。はいはい、はい、経済的にもね、まあ、だってほら、うなぎ食べたい人はね、うん、タレだけでね、うん、味わってるって知るじゃないですか。まあ、ご飯とかね。はい、ご飯、タレご飯とか。ご飯にタレかけて食べてる人。はい。はい、はい、ということですね。はい、はい。はい、材料テキストの方。はい。ですか。お願いします。はい。はい、もらってます。はい。うん。まあ、ご飯ですね、丼入れますよと。はい。はい、鶏のもも肉。はい。これ 150g。まあ、たくさん食べたい人は。1人前ですかね、これは。あ、そうですね。はい。はい、卵は2個、うん、シシト、これは月々ですが、はい、彩りのために入れました。 30g ぐらいですね。はい、はい、無理して鶏、うなぎを食べる必要はまた、そうですね。そうです、そうです、はい、うなぎタレご飯いいです、ね、そうなんです。私もそう思ってます。はい、はい、そして海苔ですね、うんうん、海苔もまあ、うん、あればっていうぐらいで、あ、そうですか。はい、これ適量ですね。はい、はい、そして蒲焼きのタレ、はいはい、今回 100ml ぐらいのものを使いました。はい、はい、だったスーパーで150円ぐらい売ってると思います。ねえ、はい、うなぎコーナーに、うなぎコーナーに寂しい並んでるやつですね。そう、寂しくないですか。はい、まあ、それ1本も使いますよと、はいはい、あ、そんな使うんですか。はい、まあ、ちっちゃいんでね。はいはい、はい、そして、ごま油、はい、これはししとう焼くときだけに使います。はい、はい、そして卵、うん、入り卵っていうか、うん、はい、ですね、今日使うのは白だしとみりん。あ、はいはい、それで下味がついてるってことですね。はい、そうですね、はい、これが大さじ2分の1ですね。はい、はいはい、最後に山椒かけますよと。はい、はい、まあ、これは同じようにかけるとしょですが、うん、できるようで、はい、はい、他にね、お好みで紅生姜とかもあると、うん、はい、いいかもしれません、ね。はい、今回は使ってません。はい、はい、じゃあ早速作っていきます。はい、お願いします。はい、簡単です。はい、はい、まず鶏肉に、はい、はい、タレの半分ぐらいを、はい、はい、まず容器に移しまして、はい、はい、これを鶏肉に塗りつけると。はいはい、あ、これ塗ってる最中ですか、これ、はい、そう、はい、右に器とスプーンありますが、はいはい、はい、土用のうなぎ、平賀源内の名声、こんばんは、冬場のうなぎ旅、そうですね、美味しいですね。まあ、冬場のうなぎって洋食、今は洋食食べられるみたいですけど、はい、まあ、昔は夏はやっぱり結構取れた。あ、そうですか。夏場の方が、はい、うなぎって痩せちゃってるんで、はいはい、冬場はね、冬眠するためにものすごい脂食べるんで、はい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 、そういう意味では脂が乗ってるのはやっぱ冬ですね。そうですね、はい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 、で、タレをつけた鶏を焼くだけですね。あ、もう今、タレをぐーっとこう、かけて、はい、で、これ放置しなくていいんですか。あ、いいです、もう、もうただ、はい、塗ったら焼く、はい、はい、こんな感じで。あ、これ何で焼いてらっしゃるんですか。これはオーブンなんですが、はい、はい、まずバットにアルミホイル、うん、敷きまして、はい、はい、皮面を下にしてオーブンで焼くと、うんうんうん、はい、今回は、片面、うん、それぞれ、うん、210度で15分ぐらい、あ、片方ずつ15分焼いて、はい、はい、なので、まあ、合計30分ぐらいなんですが、はい、はい、はい、
10分くらいまず焼いたら、はい、途中で出しましてまたタレを塗ると、はいはいはい、できる。ああ、そうですか、はい、はい、っていうのは、10分だけ塗ってからまた持って焼いて5分ですね、それ5分焼いて、はい、で15分ぐらいな15分、はい、まあ、それはあの焼き加減見ながら、はいはい、見てください。はい、はい、で、皮目を下にしてありますので、はいはい、皮目を今度上にしてですね、はい、皮目を焼くと、うんうん、夏売れないうなぎはなんとか、売りたいために、現代先生に、業者がいらっしゃる。ああ、そうなんですね。エレキテリを作った人ですね、平川さんでね、はい、はい、で皮目も同じように焼きましたよ、はい、ってことですね。で焼いたの、これ何ですかこの色、いい焼き具合うなぎのタレかけて、はいはい、250度のオーブンで焼くだけでこうなります。こんな素晴らしい色が焼き上がるんですか。めちゃくちゃいい色になりますね、これね。でちなみにですが、はい、はい、皮目の方は、はい、今回ね、あのタレはあの2回塗って焼き直してますので、うん、あ、はい、はい、まあ、焦げ目をどうしてもね、はい、あの香ばしくつけたい人は、うん、少しね、あのタレ塗る回数多くして、うん、はい、焼く時間も少し長めっていう風にしていただければいいと思います。でもほんまに、うん、ね、いい感じの、まるでうなぎの色ですね。そうですね、はい、はい、はい、あとね、はい、バットにやっぱり油が少し出てきますので、はいはいはい、でそれも少しすくって皮目の方に、かけてあげると、はい、あの手刈りが良くなりますね。あ、そのツヤツヤにしてあげればってことですね、はい、そうですね、はいはい、これで鶏は完成です。はい、はい、で鶏を焼いている間に、うん、はい、そぼろなり、あ、まあ、30分もありますからね、はい、はい、いいですか。はい、はい、カリカリ美味しそうですね、ね、はい、もう出来上がってますが、そぼろ、先ほど言いましたが、はい、白だし、みりんで味を付けたものですね、はい、これは普通にフライパンで焼いてください。はい、シシトウ、ごま油で炒めるだけですね、はい、今回中火の弱火で、あ、中火の弱火で、はい、火を通してあります。はい、はい、まあ、しなっとするぐらいですかね、うん、はい、まあ、焼きすぎたら縮んじゃいますからね、はい、あとはもう盛り付けるだけです。はい、あ、もう早速に盛り付けるだけです、はい、どんぶりにね、うん、あ、まあ、鶏、まず切りましょうか。はい、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 皮目を下にして切ります、うん、あ、そうなんですか、うん、はい、そうするとあの、はい、包丁で、はい、あの、まあ、切れる包丁ならいいんですが、はい、あの皮がズルッと剥けちゃうんですよ。わかりますよ、はい、もうズル剥けになるそう、そう、切れない包丁でやると、もうなんかショッキングなね、皮になることがあります、はい、はい、それを防ぐのに、はい、皮目を下にして身の方から包丁を入れてグッとこう押し込むと、ザクッザクッって感じですね。まさにそんな感じです。はい、はい、ちょっと綺麗にね、はい、あの切れますので。わかりました。はい、はい、で、どぶりですね、はい、はい、ご飯に、はい、はい、これタレご飯ですね、左に、はい、はい、で、それに、刻んだ海苔ですね。タレご飯に海苔を刻んで、はい、はい、美味しそうですね、これ、はい、この段階で美味しそうです、はい、で、もう終わりですね。はい、乗せて、はい、半分卵、はい、はい、はい、乗せまして、うん、はい、あのご飯の半分隠れるように、はい、そぼろを乗せて、ね、もう半分に鶏を乗せると綺麗ですね、うん、で、シシトウを、飾り付けて、はい、はい、で、タレが残ってると、はい、思いますので、それをまた少し上からね、はい、さーっとかけていただいて、シシトウにも少しかけた方がいいと思いますが、うん、はい、そして、最後に、はい、山椒をですね、振りかけて完成となります、はい、まあ、そうですね、これ、うん、お腹いっぱいですけど、嘘見えますね。こんな感じですね、出来上がりですね、はいはい、っていう踊りもなかなかいい感じですね、綺麗ですね、はい、顔が意外そうですね、はい、夕飯もいたかかりいっぱいそうそうそうそ う, そういや、ほんまにそうなんです、うん、ね、お腹いっぱいやのに、この美味しそうな色を見て、また美味しそうやなと思う。ほんと食えますわって団子いいですね、なんか、うん、やっぱうなぎのタレ、これが汎用性が高い、すごいですよ、はい、もうタレだけでね、あの焼肉のタレもそうですけど、うん、もうほんまタレだけでご飯食べてるの知ってますからね。そうですね、もう、なんやろ、すごいですね、うん、そう思ったらタレの力って。そうですね、はい、はい、うん、うん、もう本当に安くスーパーで買ってきて、うんうん、それはあの鶏につけて焼くだけですので、はい、非常に簡単です、ね、うん、待ってる間にね、ご飯炊いて、そうそうそう、あ、あ、キモさん、ありがとうわ、ありがとうございます、これは間違いない、ありがとうございます、いい感じですね、おいしそう、ありがとうございます、ありがとうございます、
はうなぎに見立てて焼くと、開いて焼いてね、串焼きそれもね、美味しそうやと思いますよ、うん、それをまたどんぶりしてもいいかもしれない。あ、美味しそうですね。もうちくわはほんまにめちゃめちゃ美味しい。大好きですか、ちくわ。好きなんですよ。てか、あの部分であの味って何って思いますから。はい、それからオーブンがない方は、はいはい、ちょっとだけね、まあ、手間かかるんですが、はい、まずじっくりちょっとフライパンで、はい、弱火で火を通していただいて、弱火でゆっくり焼くと、はい、で、はい、トースターがあれば仕上げにね、はい、トースターで焼くっていう形で、で皮をカリッと最後にさせるってことですね、はい、最初からトースターで焼く場合は火力に非常に気を使ってください。はい、はい、少しね高いので、はい、オーブンよりも、まあ、トースターは結構高いですね。中に火が通る前にね、焦げちゃうって可能性がありますので、なので最初は少しね、アルミホイルかぶせて、はいはい、火を中まで通した後に焦げ目をつけるっていうやり方であれば、十分美味しく作れると思いますね。はい、はい、海苔を皮にって、あ、なるほどね、はい、ちくわにね、はい、さすが痩せた、うなぎを食わすために作ったタレ、そうですね、あ、そうなんですね、そういう、まあ、甘辛いのでどんどん食べてもらうために、うん、ね、満足感のあるものにするためにってことですね。まあそうでしょうね。はいはい、先月トースター買うた、いや、そうだけど、うん、全然作れますよ、だから、うん、はい、そうですね、うん、きっと最終的な仕上げとしては、うん、トースターの威力すごいですね、うん、もしね、フライパンで、はいはい、最初に火を通したい時は、はい、うなぎのタレ、はいはい、塗らずに、はい、1対1ぐらいの、はい、水とうなぎのタレ、はい、1対1ぐらいに、はい、薄めたもので、はい、多少煮る感じに、あー、それに染み込ませると、そうですね、はいはいはい、で、仕上げるのに、最後トースター、はい、で、ちゃんと上からタレを塗ってやると、はいはい、多分同じような感じ、はい、なると思います、はい、これね、やっぱり焦げたところの香ばしさがとんでもなくうまい、そうでしょうね、あれはやっぱりうなぎって基本的にあの焦げが美味しいですね。そうですね、はいはい、非常にね、この時期でも食欲をね、そそられる味になってますのでね、まあ、確かにこう暑いとね、うん、まあ、だから本当だったらオーブンぐらいで焼くのが、はい、部屋が暑くならないからいいんですね。まあそうですけどね、はいはい、まあやれる範囲でやれるね、はい、そうそう、あるものを使うってことで、もう味は本当にタレだけですから、うんうん、もう想像つくと思いますけど、だからもう楽ですね。そうですね、何かを混ぜてなんとかっていうのをね、はい、大さじ1とかなんとかっていうのやらなくていいんですか。そうです、そうです、もう買ってくるだけ、もう買ってくるだけ、ガーッとじゃ焼いてするだけですからね、はい、でも同じ味でもできます。はい、はい、ということでした。はい、はい、はい、以上です、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。